8月7日2時30分よりチームフリールーティーン、8月8日2時30分よろしくお願いします。それでは島田彩さんよりご挨拶いただきます。今は完成に向けて細かい動作を合わせているので、本番までにもっと精度を上げていきたいです。そのね、オリンピック、どんな演技をして、どんなところを島田彩乃のここを見てほしいっていうところがあったら教えてください。初めてのオリンピックですが、あんまり過度に緊張せずに堂々としてした演技と表情が伝わればいいなと思います。最後に代表から最後にします。この後の簡単なスケジュールを教えていただけますか。7月の25日に日本を出発して、そこからフランスのメネシーというところで事前合宿をして、で選手村に入村した後に本番です。開会式が体験できるんですか。開会式は出なくて、閉会式には。はい、じゃあもうオリンピック期間中もずっとフランスにいるような、はい、そんなスケジュールですね。はいはい、わかりました。ありがとうございます。代表からは以上です。平塚さん、お願いします。その他、ご質問ありましたら。ありがとうございます。1点なんですけど、東京とか関西でいろんなこう強い強豪クラブがある中で、この上のこの年で、USB で成長できた、BSB を振り返っていただくと、今どういったことがあるというふうに思いますか。担当コーチの鈴木選手コーチはオリンピックに3回出場されていて、その時の経験だったり気持ちをすごく細かく教えてくださったおかげで、自分もその大きな大会に出るイメージが想像しやすくなったり、もちろん演技も、自分の目指している演技に近づけようと、的確なアドバイスをくださったおかげだと思います。ありがとうございます。ミニテレビ放送と申します。三重県の人に意気込みといいますか、頑張っていきたい、頑張っていきますというのを教えていただいたというか、今日からすごい強く一つの声を選んでお願いします。三重県からアーティスティックスイミング競技でオリンピックに出るのは私が初めてなんですが、堂々とした演技と表情をしていい結果が残せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。質問としては、今おっしゃっていたように、いい結果を残したいということを話されていたと思うんですけれども、こう具体的に、チームでやるスポーツですけれども、具体的にこう目標みたいなのがあるかもしれないですか？具体的な目標はメダルを取ることです。何色が欲しいのか？もちろん金メダルが欲しいですが、あんまり敵というか、他の国のことを考えず、自分たちがしてきたことを、自分たちなりに表現できたらいいなと思います。オリンピックが終わった後、今の、緊張がないようにという話が堂々という話もあったと思うんですけど、オリンピックが終わった後にこう島田選手がこう思い描いている理想とか世界とか、どういう形であればいいなというのはありますか？オリンピックで私たちの演技とか、表情とかを見て勇気とか感動を与えられたらいいなと思っていて、私たち その勇気だったりを見て、見てくれる観客の皆さんも何か、一歩踏み出せるような感動を与えられるように頑張りたいです。もう少しですか。すみません。もう今日から東京に行かれて、そのままパリということで、三重でご家族で過ごすのは昨日が最後ということになったり、何かこう言葉というか、お父さんお母さんあるいはおばあちゃんから何かありましたか？なんか特別なことがあったというよりも、普段通りに家族と過ごして、頑張ってきてねと声をかけてもらいました。島田選手は梅干しが好きってはい、もうカバン入れました？あ、入れました。向こうではどんな時に梅干しパワーをいただこうかなと思いますか？ご飯の時に、白いご飯に梅干しを入れて、そこからパワーをもらいます。すみません、ちょっと機材のトラブルの関係でちょっと同じ質問しちゃいますけど、ごめんなさい、まもなく大会本番迫りまして、今のお気持ちの変化とかってどうですか？今も楽しみとかドキドキワクワクが一番大きいですが、少し緊張もしています。あとは練習の状況、今の仕上がり具合いかがでしょうか？大まかな構成は決まっているので、あとはもっと鋭さだったり、細かいところまでみんなで合わせるようにしていきたいです。じゃあ最後、すみません、島田選手の演技の、どんなところを一番見てほしいでしょうか？堂々とした演技と表情ができるように頑張るので、そこを見ていただきたいです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。毎日新聞島田です。演技室のおめでとうございます。ありがとうございます。今日もらった色紙はどなたからの色紙なんですか？3年生の同じコースの方からいただきました。クラス全員分のメッセージが島田さんの中身にご覧になったんですか？まだです。今もらったばかり。はい。それをもらった時にどんな思いでしたか？すごく嬉しかったし、この応援の力を自分のパワーに変えて頑張ろうと思いました。こちらもらっていいですか？はい、じゃあ、ちゃんとお願いします。ガッツポーズというか、手を立てる。あ、そう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 、そんな感じで、はい、あ、いいですね。はい、で読んでるんですけど、あ、ありがとうございます。
けど、美穂さんの方がいい。